3月27日午前の取引が終了しました。日経平均株価は反発しています。今日の全引けは406円82銭高の40,804円85銭となりました。トピックス東証株価指数も 24.65 ポイント高、 JPX 日経400 236.78 ポイント高とそれぞれ上昇しています。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 82%、 1364銘柄、これに対して値下がりが約 16% の263銘柄、変わらずが約 2% の28銘柄という構成です。全体の8割以上が値上がりしてほぼ全面高という今日の前場の東証プライム市場です。トピックス規模別株価指数もいずれも上昇、大型中型小型揃って上げています。3指数の中では小型株指数が 1% 強の上昇となっていますが、大型中型も上昇堅調、規模別では目立った偏りは見られず、ほぼ全体的に上げているという今日の試合です。機内は一時期よりはやや減っていますが、それでも高水準。全引け段階東証プライム売買高8億400万株余り、売買代金が2兆2738億円となりました。このペースで5番も推移すれば1日通して4兆円台半ばぐらいの売買代金が見込めるというボリューム感です。一時期は1日5兆円を超えても珍しくなかったという日もありましたが、そこから比べますとさすがに期末接近という要因もありまして、商いはやや減ってはおりますが、それでも1日通して4兆円台半ばの代金ということですから、決して少なくはないと言えるでしょう。いよいよ3月期末が迫ってきたということで、今日は期末の権利付き配当などの権利付き売買最終日にあたっています。今週末は欧米市場が祝日でお休みといったスケジュールなどもありまして、商いはなかなか膨らみにくくなっているという状況ではありますが、それでも東京市場は外国為替市場での為替の円安ドル高傾向などを意識した買いが流入しています。3月期末を前にして、大口投資家によります配当分の再投資、あるいは今日に限って言いますと、いわゆる期末の配当取りの動きなども買いを誘っているという見方があります。株価指数先物主導で日経平均株価、朝方は小幅な上昇で始まった後、じわじわと上げ幅を広げる展開となり、前引けにかけて400円を超す上昇となりました。ほぼ高値引けといっていい水準で取引を終えています。先日つけておりました終値ベースでの最高値4万飛び800円台まで上昇して、それに迫る動きというのが今日の前場の日経平均株価です。かなり幅広く買われているという試合です。そういった中で今日上昇が目立ちますのが不動産株です。その代表格一つ、大手の一角、住友不動産8830は商いを伴って上昇、前引け段階で 5% を超す上昇となり、昨年来高値を更新しています。他の不動産株もほぼ軒並み高。昨日国土交通省が2024年の公示地価を発表しておりまして、全用と全国平均が 3.2% の上昇、バブル期以来33年ぶりの高い伸びとなったことが刺激材料となっています。逆に下落した銘柄としましては、トピー工業、自動車用のホイールなどを手掛けていますトピー工業7231、こちらが売り先行で、こちらは 5% を超す反落となっています。昨日の引け後に今3月期24年3月期の業績と配当の予想を下方修正したということが嫌気売りを誘っています。以上、今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。